エリック・マイケル・ハースは、アメリカ合衆国ミシガン州、ウェストランド出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のデトロイト・タイガース所属。2011年の MLB ドラフト7巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、予定していたオハイオ州立大学への進学を取りやめ、プロ入り。契約金は58万ドル。 参加のルーキー級アリゾナリーグインディアンスでプロデビューし、4試合に出場して打率。302打点を記録した。2012年は、ルーキー級アリゾナリーグインディアンスで開幕を迎え、シーズン途中に A-9、マホーニングバレースクラッパーズに昇格。2チーム合計で31試合に出場して打率。263、3本塁打、22打点を記録した。 2013年は A 級レイクカウンティキャプテンズで104試合に出場して打率25014本塁打47打点を記録した2014年は A 級レイクカウンティで開幕を迎えシーズン途中に A 級カロライナマドキャッツに昇格2チーム合計で93試合に出場して打率25517本塁打48打点を 記録した。2015年は A 級リンチバーグヒルキャッツで90試合に出場して打率2479本塁打55打点を記録した。2016年は A 級アクロンラバーダックスで63試合に出場して打率20812本塁打33打点を記録した。2017年は A 級 アクロンで開幕を迎え、シーズン途中にトリプル A 級コロンバスクリッパーズに昇格。2チーム合計で97試合に出場して打率。260、27本塁が61打点を記録した。オフに40人枠に登録された。2018年はトリプル A 級コロンバスで開幕を迎えた。9月1日にメジャーに昇格し、 翌2日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで9試合に出場して打率、125、1打点を記録した。2019年9月28日のワシントンナショナルズ戦でパトリック・コービンからメジャー初本塁打を放った。この年はメジャーで10試合に出場して打率06、0 6三一本塁打、三打点を記録した。 オフの12月29日にディフェとなった。2020年1月8日に金銭トレードでデトロイトタイガースへ移籍した。この年は新型コロナウイルスの影響で開幕が遅れ、この年のみ採用される特例のタクシースクワットのメンバーとして開幕を迎えた。その後、9月15日にアクティブロースター入りした。この年はメジャーで7試合に出場して打率。 176に打点を記録した。12月23日にディフェとなり、2021年1月6日にマイナー契約となって、参加のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ送られた。2021年5月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月3日のシカゴ・ホワイトソックス戦では、ランニング本塁打を含む2本の3ラン本塁打を、 放って6打点を記録し、チームの勝利に貢献した。2014年5月に、妻のマリアとの間に第一子が誕生している。ありがとうございます。